敵の砲弾を受け非業の死を遂げました。その後広瀬中佐は軍神として崇められ国内に3つの銅像が建てられました。しかしそのうちの一つ、現在の中央本線神田駅と御茶ノ水駅の間にあった万世橋駅前に建てられていた銅像は、太平洋戦争が終了した後、戦意高揚を仰ぐとの理由で部下であった杉野総長の銅像とともに破壊されてしまいました。ちなみに上野公園にある西郷さんも破壊リストに上がっていたのですが、美術的価値があるとの理由で破壊を免れ、今でも日に日に変わっていく東京の街並みを見守っております。それでは東京音楽隊が誇るホルン奏者でありボーカリストとしても大活躍しております川上良次回想長の体の奥から込み上げてくる分厚い歌声でお聴きいただきましょう。それではお聴きください。広瀬中佐。川上海総長の分厚い歌声で広瀬中佐をお聴きいただきました。